山陽小野田市は山口県南西部に位置する市、上都市圏に属するとともに福岡県北九州市との関係も、市名は合併前の九市町名を並べたもので、すべてが漢字による5文字の市名は2020年現在で日本唯一である小野田地区中心部周辺の空中写真、2009年9月7日撮影の2枚を合成作成。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。旧山陽町朝地区中心部周辺の空中写真。2009年9月7日撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成。山口県南西部に位置し、南北に長く瀬戸内海側に開けた線状の地域を持つ。市の中央部には北から浅川が、東部には北東から有保川がそれぞれ南流して、 瀬戸内海に注いでいる。市役所は、有保川の川口部西岸にある。地域を東西に貫通する形で、山陽自動車道、国道2号、国道190号が通り、国道2号に、国道190号が西部で合流している。山地、編集主な山河川、編集主な川湖床編集主な湖比較的温暖で、瀬戸内海式機構に属しているが、 本州の西端に近く日本海からもさほど離れていないこともあって、冬季は曇り、雨の日が多く、日本海性気候のようでもあり、二面性を持っている。旧小野田市、編集1940年、小野田町と高知保町の合併により発足。高知保町には五大技が存在したため、それを継承し、大技未設置だった小野田町は全町をもって、大技小野田となり、 六王技となった。その後、宇部市東末の一部を1943年と1989年の二度に渡って編入しており、前者は丸川地、後者は東末となっている。また、第二次世界大戦後には、埋め立て地に新たに西沖が発足したため、小野田市には最も多い時期で九王技が存在した。ただし、東末は、 採用の出し合併後に廃止されたため、その後、1986年より近年までの間に、住居表示が実施されている。大技ごとに列挙する。なお、発足年については判明しているもののみ記載する。小野田東、末有り成功光パク、仙崎成光パク旧山陽町、編集旧自治体名は表記せず、大技のみを継承している。 山陽町は1956年に、朝町と、羽生町が合併して発足した町であり、合併時から1961年までは、大技の前に、朝羽生を冠していた。なお、山陽の出しとして合併後に、朝駅周辺の一部地域で、住居表示が実施された。山口県山陽総合事務所市長、編集歴代市長本部2009年4月1日に、 小野田警察署から、解消、同時に、朝警察署を、統合交番、ハブ公民館海外、編集姉妹都市国内、編集姉妹都市、ハブ漁港農業、編集特産品として、ネタロウカボチャがある。名称の由来については、三年ネタロウ朝のネタロウ、参照、水産業、編集セメント町の町名表硫酸町バス停、工業、編集明治維新後、 セメントを中心とした科学工業や製油を中心とした工業都市として発展した。隣接する宇部市ともに瀬戸内工業地域の一角を担っている。昔から工業と密接な関係があったこともあり、市内には現在もセメント町、硫酸町の町名が残る。また障子として火薬町も存在する。市内の主要企業商業、 編集主な商業施設市内に窓口があるもののみ記す。新聞社、編集私立、公立私立公立公立朝駅中心となる駅、小野田駅路線バス、編集高速バス、編集高速道路、編集国道、編集県道、編集採用の出し、やけの海岸名所、温泉海水浴場名産品町も含めると、山梨県藤川口湖町が存在する。 また過去の漢字5文字氏名として、大港田辺氏がある。正式表記が、機種依存文字であるため、しばしばひらがなで代用される。また、串山を用いることもある。採用の出し誕生10周年市民ら発展、近い合う、読売新聞2015年3月23日、特産、ネタローかカボチャ朝食のお供に、山口。 朝高の生徒レトルト商品開発、日本農業新聞2020年6月6日、山口東京理科大学の公立大学科について、山口東京理科大学2015年12月25日、ありがとうございます。